はいどうも VIP です。やってきました VIP です。よろしくお願いします。 VIP です。ということでですね、皆さん3時ですよ。26日3時3時ですよ。全員集合。いやーね、 TS 来ましたね。ちょっと見ていきましょうか。いやちょっとねちゃんと見れてないんですよ先週。ちょっと見ましょう。はい、 TS 第3弾登場ということで、今回は確定なしやね。60レベルのジジム確定なし。まあ30ちゃうわ。第3弾はね結構激アツの選手が多いということで確定がないんですよね、いつも。でプロスピ応援団、まあこのイベント僕結構好きですね。無課金の方でも結構ポイントなんていうかな、ボーナスつけれるんでね、結構無課金の方も走りやすいイベントじゃないかなと思います。まあどうなんやろな、まあまあまあ。でその他まあまあ、抽選会ね、僕全然当たらんかった。抽選会の結果どうやったんやっていうコメントが結構あって、僕第1位にねもう31本入れてたんで、じゃあ A 賞か。 A 賞にもう31枚投入してたんで、もう当たらんのは分かってました。はい、ゴールド客賞だけです。うん、コイント、はい、そんなもんです。あざす。あ、ほんで無課金の方で僕プロスピフェスタで金玉出ました。はい、あごめんなさい、金玉やった、発音が。金玉出ました。はい、金の玉がね出ました。一等出ましたよ。またそれは無課金の方で回します。ということで早速選手の方見ていきましょう。松井和夫選手来ました。はい、あざす。取りに行きます。ね、リーグの方は、まあ、坂本勇人選手がねレギュラーなんですけど、今リアタイはねちょっとショートの左打者が欲しいんですよね。なのでねちょっと松井和夫さんゲットしに行きます。絶対に、もうこれはねこのチャンスを機に絶対ゲットします。はい、パワーヒッター、これパワーヒッター上げればパワーヒッターになります。ここねパワーヒッター1でも上げたらパワーヒッターになります。固め打ちっていうのがねちょっとね固めなくてもいいんじゃないかなっていう気持ちあるんですけど、まあ1番バッターなんで多分固めてるんでしょうね。はい、 OK。 はい、本田選手懐かしいな俺ね。本田選手ね確かねソフトバンク純正でやってた時に一番最初に極めた選手なんですよね。思い入れ深いんですけど、セカンドの左なんですよね。あーなるほど。けどねきついな、打撃能力きついわ。うん、これちょっとリアタイのレギュラーは無理ですね。斉藤選手、横浜ベイスターじゃなくて楽天で出たんや。へえ。あ、ツーシームついてる。ツーシームフォークか。なるほど。タイピンチ。なるほどね。今日楽天の方のリアタイのピッチャーとしてはいいんじゃない？かなり斉藤選手。もう斉藤隆さんっていうか、斉藤選手はおかしいな。うん、なんか違和感あるね。まあ、能力はだいぶ横浜の時よりも削られてる感じがしますね。うん、まあ、仕方ない。で、大谷選手。TS？ そうやんな。ツーシームが第一球種にある。なんか今回ちょっとリアタイメインのピッチャー多いのかな、もしかして。ちょっとちらっと金子選手も見えたからね。大谷選手結構昔タイピンチやろ。あー前超タイピンチあったんですよね、現役の時。現役ってか今も現役や。うん報徳学園なんですよ確か。確か報徳学園で僕ねなんか見に行ったような記憶あるな。うん、違うかな。で糸井選手は微妙やな今な。阪神やねんな。パワーが低いな思ったより。超広角ラインドライブはいいんですよ。特殊能力はいいんですけど、糸井選手なんか前パワー77ぐらいなかったっけ、5日のシリーズ。ちょっと覚えてないけど、まあ同値なんですね。うん、もうちょいパワーっていいと思うけどな。はい、で金子選手ですね。この金子選手ねスプリットが、はい、2球種あるんですよね。第1球種と第2球種スプリットで、スピードも一緒なんで、これがね結構きついぞ。ほんとタイピンチついてるでしょ。これが結構見分けつらかったんで、もしかしたらリアタイ今後金子投手見る機会が増えるかもね。これで取りに行こう。うん、取りに行きましょう。せっかくファイターズ枠ね金子選手で作ってるんですけど、今リーグオーダーこれね、金子選手外してでもリーグオーダー外してでもこのオリックスの金子選手をちょっと継承させたいね、ゲットして。はい、取りに行きます。今んとこ松井和夫選手と金子千尋選手絶対取りに行く。はい、で宇都宮選手、巨人な、巨人枠で宇都宮選手欲しいけどな。これツーシームあったらな、もうちょい熱かったな。スクリュー A、 これはでかいんですよね。タイピンチ、あ、欲しい欲しすぎる。俺投げ方好きなんですよね宇都宮選手の。わかる、顔はこれもうだいぶベテランの時の顔やけど、うん、投げ方好きやねんな。ツーシームないのがちょっとあれやな。うん、内川選手はまあいいかな。うん、で矢野選手阪神枠どうやらな。今な西投手、まあ阪神枠大丈夫ですね、もう矢野監督。はい、で笹岡監督と、はい、監督2連チャンできましたね。うん、球種3球種やねいつもうん、球種がいつも3球種やね。ストレート、スライダー、 D カーブはもうカモやからね、リアタイは。けど能力は強い、めっちゃ。うん、 A けどどっち無理なんやな、スタミナ型になってしまうやな。笹岡投手も笹岡監督も、そっか厳しいな。うん、パウエルここでのパウエル、確かにパウエル選手はなんか打撃コーチやったっけ、なんかの臨時じゃなかったっけ、臨時打撃コーチやったような気がするんだけど、ちゃうか。パウエル OB でも出たよね中日。もっと他に中日出す人おらんかった、去年の OB で出たけどなパウエル。中日 TS おらん、ほかパウエルか。へー、はい、ラミレス監督。うん、ラミレス監督ヤクルト強っ。パワーヒッター、あー固め打ち初球はいらんな。あー
ちょっとリアタイやったらパワーしか上がらなさそうですね。能力的に言ったらミート上がってほしかったけどな。そっか、なるほどね、ラミちゃん了解っす。はい、ということでね、ちょっともうさーっとね、選手紹介させてもらいました。なぜなら、おそらく狙いの選手は60連じゃ引けないです。30連じゃ引けない。僕は今回ね、欲しい選手、松井和夫選手、金子千尋投手、内海投手、欲しいので、もうこの3選手ゲットするために僕はね、もうちょっとあんまり多分走れないと思うんで、イベントは分からないけど、とりあえずね、ガチャ、今日何連回すかまた決めてません。はい。なので、エナジーはね、ちょっと中途半端な数残ってます。とりあえず引いていきます。はい。じゃあね、早速10連目いきましょう。巨人にしてて大丈夫か？なんか自チームオリックスにしていい？ちょっと。一番の目当ては松井選手なんですけど、自チームオリックスにすることによって、若干金子選手も松井選手も当たるんじゃないか精神でいきます。当たるんじゃないか精神ね。オカルティックでいきます。オカルティックで。じゃあいきます。10連目。いやー、めっちゃ楽しみ。やばい。興奮してきた。10連目から。あ、オッケーオッケー。まあまあ、けど最近引き悪いからな。うん、レッツゴー出ない。いや、久々のガチャ動画ですね。最近まで全然もうリアタイ動画ばっか出してたんで、皆さんも退屈してたでしょ。いや、そんなことない。俺のリアタイ動画めちゃくちゃ面白い。いきます。はい、一人で行きます。お願いします。飛んで、オッケー。ああー、なんか今笑いそうだったけどな。いや、まだわからんで、まだわからんで。 S 出るかも。あ、ほらほら、あ、内海選手オッケー。ナイス内海、ナイス内海、オッケー。よく言ったら松井和夫選手欲しい。俺松井和夫選手の A ランク全部僕特訓に回したんでね。あー、大谷選手、オッケーオッケー。 TS めっちゃ引くやん。何パー？え、 A ランク 30% 3枚も引いてんけど、マジか。じゃあ2回目いきます。いや、この辺で S 出てほしい。あー、もう満月出ないと不安になる。レッツゴーも出ず。うわ、白文字、流れ悪い。あ、ミスった。あー、もう流れ悪い。お願い、20連目で S 出るんと出へんのだいぶ違う。お願いします。出ても 50% やねん。うわー、沼るなー今回の TS も。原監督の時、あやろ選手、やろ選手、50%引いたけどな。オッケーオッケーオッケー。やろ選手ちょっと一応残しておきましょう。はい、わからんからまだね、一応育てましょう。はい、くそ。はい、あー、くそ、きついな。けどオッケーオッケー。 50%30% 引いてる。オッケーオッケー。じゃあちょっと追加していきます。はいはい、ということで入れてきました。はい、ということで30連目ですね。ここ TS 確定です。お願いします。2枚引きしてくれていいよ。いや、流れいいからね、流れ大事だから。 TS は流れ大事ですからね。お願いします。うわー、マジか。レッツゴー殿下、2枚引きもなさそうやね、この調子だと。うわー、あー、はい、オッケーオッケー。これ足が青く光っただけで、なんか2枚引き濃厚エースってお前言ってるなって言われたんですけど、そういう風に言ってないよ僕。はい、大丈夫。さあ、2枚引きお願いします。 50% 引いていこう。とりあえずもし途中で S ランク来たら 50%。 あー、阿部選手無課金の方で来てほしかった。 OK、 ない。はい、ってことで、ラストですね。30連目ラスト TS 確定、お願いします。よっしゃ、よし久々に狙い引いた、久々に狙い引いた。めっちゃ嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。やった、よしよしよ、絶対強い。リア隊長保証。ツーシームがないのがね、ちょっとあれなんですけどね。うん、ツーシームあったらよかったんですけど、まあこのスプリットだけで抑えれると思う。抑えられたしね、昔は実際。よし、すいません、ちょっとめっちゃ久々に興奮して喉がやばいやばい。ってこと、40連目いきましょう。残るは松井和夫選手、内海選手ですね。絶対引いていく。今回もガチャで終わらすぞ。ランキングなんか走られへん。いきます、40連目。こい、オッケーオッケーオッケー。ナイスナイス、いいよ。不安じゃないね。満月出てる。あー、レッツゴーが、久々のレッツゴーが言えないですね。声調整してるんですけどね、レッツゴー声にレッツゴー言うための声に調整してきてるんやけど、ボイトレも。あー、いやけどさっきエースコズに来たからね。エースなくても S が来るのが今のが、まあ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 、オッケーオッケー、来るよ。途中でドゥーンって来た、期待ね。ドゥーン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 。はい、まあ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 、オッケーオッケーオッケー。じゃあ50連目ですね。まあもうこっからは S 確定してないんでね、沼の可能性、まあ金子選手ゲットできただけでも OK なんすけど、松井選手最低でも欲しい。内海選手はもういいから、松井選手だけでもちょっとお願い。いや、ないかな、頼む、お願い。あー、ないか。これまた追加せなあかんな。もうちょい引きたいっすね。頼む、うっ、やっ、かー。いや、めちゃめちゃエース引いてるけどな。加藤選手じゃないな、ここは。申し訳ないけどTS 来てほしかったな。50引かれへんの、相変わらず。さっき50引いたけど、1連目は10連目は。
ないか、もうないか。いや今日エースなしからめちゃめちゃエースワーク来るな。あー松井選手の絵も出ん。いやーちょっと待って、もうちょい追加していい？うん、ちょっともうちょい行くわ。はいはい、ということで入れてきました。次は何連目ですか？もうちょっとわかんないですね。テロップ入れときます。じゃあちょっとね、あと1枚ぐらいは TS 来てほしいな。うっ、あーオッケーオッケー、いただきます。頼む。いやー調子くんレッツゴーが今度来んくなったわ。なんか調子くん絶好調が来てから調子くんレッツゴーが来なくなった。全然僕に対してレッツゴーしてくれない。うわーきっつ。頼む。ちょっとさ、ここでもなんか S ランクの確定のエース来てほしいな。このボール投げた瞬間もなんか面白。まあ金子選手引けたからなっていう、なんか今自分に言い聞かせてる自分がいます。正直言って松井選手いいかなっていう、なんか諦めさそうとしてる自分がいるのが少し腹立ちますね。アウトに選手、宇都宮選手2枚目ないかな。いきます。ちょお願いします。本当に松井選手頼む。いやちょっと待って、ほんまにレッツゴーレッツゴー。久々に言ったな、やば。オッケー、超えろ超えろ、一線超えろ。なんかあのレインボーの演出なくなったんちゃう、マジで。俺ちょっと俺の端末いろいろと演出なくなってますよこれ。2個はい来た。よしよしよし、2個って言わんかったもんな今まで。よしよし、やっと2個の効果が出ましたね。オッケー、いきます。松井選手ね、松井和夫選手、松井和夫選手 50% 松井よし。僕の TS はおそらく終わりです。ちょっと宇都宮選手ね、狙いに行くか分からんけど、おそらく終わります。はいはい、もう大満足です。第3弾大満足です。ありがとうございます。もうめちゃめちゃテンション上がってる。はい、あーオッケー。はい、ということでね、今回はねオチがないですけど、まあ、狙いの金子選手と松井和夫選手引けたということで、もう大満足です。育成してね早速使っていきたいと思いますんで、皆さんもね、自チームオリックスにしたらもしかしたら金子選手と松井選手引けるかもしれないですよ。うん、これはねちょっとしたオカルト成功したと思います。はい、自分が欲しい選手の第2位の選手の球団にする、これ今後やっていきたいと思います。はい、ありがとうございました皆さん。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。 VIP でした。